ティアラちょっとスプレーのせいで曇っちゃったのでティアラの処理します。はい、すいません。かわいいですね、めっちゃかわいい。ちょっと今あの裏に立ってたんで私に手を振られたのがびっくりした、ね、違う
喋って大丈夫だよ。あ、喋っていいですか。大丈夫ですよ、全然。いや、でも恥ずかしい、ね、サイレントモードみたいなやつ。いや、みんなゴリゴリ喋ってました。あ、本当ですか、うん、あ、なんか恥ずかしいですね。顔ちっちゃいな。顔ちっちゃくてバランスかも。ちょっとどうしよう。そんなことない。皆さん、最初ここら辺にしよう。俺感じで映りたいですか。何？結構ね、元気な感じとか、はい、ちょっとおとなしい感じとか。でも私笑顔がいいです。笑顔がいい。もういいですね。でも何でもいい。何でもいい。3秒から、まあ、5秒くらいの動画が光にドーンって出るんで。あ、動画なんですね。だけど、ま、だ短いから、はい、動画っちゃ動画だけどめっちゃ短いっていう。なるほど、うん、そういう写真でやるか動画でやるかっていう話になってて、じゃあ動きがあるちょっと動きあった方がいいんですよ。なんで、なんかどういうのがいいかなって。決めはどうも。いや、まだまだ全然ヘアメイク中です。はい、お願いします。ティアラはちょっと下直すか、合わせる多分、ね、ちょっとこっちで、正面はあんまり好きじゃないですか。ちょっと斜めの方がいい、うん、ちょいこう、あ、でも揃えないからいいのか、はい、ちょい斜め、はい、ティアラ大丈夫ですね。ティアラは大丈夫、うん、美しいね。うん、綺麗。
あ、いいですよ、それ、はい、笑顔だから笑顔、笑顔なんで。髪大丈夫そうですか。髪は大丈夫だと思います。本当、ワンアクションしたくて私結構何でもいいっちゃいいんですよ、ね、行きます。けど、みんなはなんかこうやってやったりとか、あと目線もこうやって振り返る。流し目もいい、美しいですね。決めの、決めのポーズを決めといて、決めのポーズ決めといて、決めのポーズに向けて、こうちょっとポーズ、ちょっとそこを見たりとか、はい、最後決めポーズ、パチッみたいな感じ。背中向けてもいいし、背中詰めてるかな。背中ちょっとね、詰めてない。うん、うん、そう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 、そういう感じなんですよ、うん、うんうん、なるほど、上手する、うん、そういう感じでもすごい、はい、うん、うん、あ、今の今の感じぐらいの今ぐらいの目線いいですね。そこ今それぐらいの目線ここか。ここのライブ、ここの目線ちょうどねいい感じですよ。こういう感じに今、これぐらいの目線なんですよ、ね。これ見てるときはこんな感じ。はい、でそこからなんか逆にその正面、あ、そう、そんな感じ。そんなにいいかもしれないですね。うん、はい。いいんじゃないですか。そこから正面。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。いい、はい、その方向いいと思います。はい、綺麗。手は、こっちの方がいいかな。それでもいいですけど、ね、いいですけど。うんうん。ちょっと楽で可愛いか。あ、これも可愛いですよ。うん。そのちょっと顎とかでも全然いいし。ああ。下ろしてこうとかね。ちょっと強いか。確かに。ここから肩に。うんうんうん。もうちょっと深めに回るっていうか、うん。そのぐらいから。うん。ゆっくり、うんうん、結構ね、1、2、3くらいなんです。ゆっくりです。ちょっとゆっくりめに今の感じで、あ、そう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 、今ぐらい、ここなんですね。なるほど。なのでちょっとこう最初はこう1、2、3で正面止めてもらって1、2、3みたいな。なるほど、わかりました。かわいい。今の、今のすごく良かった。さすがプロフェッショナル。ってないですね。すごい。もう、もうナイス。バカズが違う。わ、うん、かりました。回してみますか。はい、何回もやって大丈夫なんで、ゆっくり見る。はい、うん、あ、いい、うん、
でね、前後ちょっと長めに止まってて、止まるっていうか、はい、あのここからちょっと、まあ、その動くところの前後がちょっと欲しいんで、はい、動いて止まって、1、2、3、そう、はい、あの解かなきゃいいだけなんで、あのはいみたいな感じ、はいみたいなじゃなくてやって、こう少し動くのが全然大丈夫、はい、ございます。ただその前後が欲しいだけなんで、はい、うん、はい、じゃあ行ってみますか、はい、クリーニング、でちょっと浅めに真正面まで戻んなくていいんで、あ、うん、もうちょいあれでもいい、はい、そう、いい、今のよかった、はい、ちょっと今のやつこれ見てもらう、いい感じですよ、すっげえ、めちゃくちゃこれを好きやらやってますね、うん、いや、うん、豪華、ありがとうございます、なるほど、なんとなくわかりました、はい、いけそうですか、はい早い、いけそうです、映ってる感的に、あ、でもそれは理解しました、はい、OK、あとなんか角度的にもうちょっと正面じゃないほうがいいな、今のでも、今のが結構良かった、可愛かった、はい、結構ね、自分バコーンで出るから、はい、気に入ってもらわないと、はい、そうそうですね、そうそうそう、俺自分だからその何秒か、今の尺ぐらいだったら実際何やってもいいんで、はい、逆向いてもいいし、はい、こっち向いてもいいし、うん、動きを足してもいいし、もう本当に背中からぐわって、あ、今の良かった、すっごい今の良かった、めっちゃぶち上がってるじゃん。推しじゃないですか。いや、めっちゃ良かったですよ、今の、うんうん、でも、いいと思う、はい、すごい綺麗だから、指のこう仕草とかね、うん、美しい、うん、かわいい、あ、おー、かわいい、かわいい、こんぐらい出してくれてもいいですね、はい、うん、まあ、しますか、ちょっと練習で、はい、すごい。ナイス。すごい。秒数的にもありがたい。うまい。今のぐらいがいい。やっぱうまい。かわいい。長くても大丈夫、そのままやり続けても大丈夫、うん、うん、かわいい、すごい、かわいい、うん、今、切ってます、あ、ごめん、切っちゃった、あ、すみません、ごめんなさい、いいですね、困るにしてくれるかな、あ、困りますね、さっき見ちゃった、
ちょい暑くなってきた。なのでこう押してもらって、動いてもらって、さっき20度だった、最初20度だった、20、4号だよ。構図的にどうします、これで。これ可愛いですけどね。今めっちゃ良かったな。良かったですね。可愛かったですね。慣れてますね。慣れてる。素敵だ。手元のやつね、これエレガンツですよね。良かったですね。可愛い。了解です。あ、大丈夫ですか。あとリップとかの CM にそう。うんうんうん。化粧品の。ちょっとだからそう、あ、それも可愛い。あ、可愛い。可愛い。ここコンコンつって、ちょっとコンコンつその顎ちょっとちょんと触ってもらう感じです。ちょんで最初触ったやつですね。はい、あ、可愛い。ああ。で目線こっちに持ってくる。はい。今は。そこから、あ、それだけでもいい。それだけでもいい。目線だけでもいい。いや、めっちゃ可愛い。目線だけでもいい。めっちゃ良かったよ。あ、その視線で笑ってる感じも可愛い。それ可愛いところから、うん、そうそうそう、はい。ああ、いいじゃない。そこから、おお、ああ、いい。ちょっと小悪魔的な。ああ、いい。いいですね。もうファンはもうファンはこれを見たいと思ってます。ね、思ってますよね。思いますね。これですよね。この音声取られてるんですよね。はい。これだと思う。いや、はい、いいと思います。はい、はい、うん、ね、うん、ファンが欲しいのはそれだと思う。いや、本当に可愛い、うんうん、やっぱね、そのこのポーズやっぱり可愛いですよ、うん、今ね、可愛い、可愛い、可愛くないですか。これこのポーズめちゃくちゃいいと思うんですよね。さっきのでもすごい良かった。うん、良かったですね。可愛いでしょ。私可愛いと思いません。このポーズいいですね。うん、可愛いですよ。綺麗、可愛い、なんか。じゃあ出してちょっと。あ、でもこうクッってなるのがまたいいですね。うんうん、ちょっと動いてるぐらいでもあるかも。うん、まあ、外したりしてもいいし。うん、でも回ってるかな。うん。うん、はい。可愛い。可愛い。かわいい。天使だ。あ、かわいい。ああ。今日で神谷さんも推しですね。かわいい。ああ。いいですね。いい。いい。うん。うん。うんうんうん。じゃあラスト。おー、神だ。かわいい。すごい。すごい。コミュニケーション。素晴らしい。今かなりありましたね。うん、今すごい良かった。良かったですね、最後。素敵だ。いいんじゃないですか。じゃあ撮影は OK ですね。切れるんじゃないですかね。一回確認をしますのでお待ちください。可愛い仕草分かってますよね。いや、まあプロですからね。何をすると可愛いって言われるかはもうね、分かり尽くしされてますよね。神谷さんの心を掴んじゃってるじゃないですか、もう完全に。芸能活動してるんですか。こう2年前、3年前までアイドルやってました。うん、今あれさ、今はもう今は何もしない、やめちゃったんですか、完全に。大学生。そうなんだ。大学生。はい。大学生の時もやってたと思うんですか。いや、中学校、高校でやってました。すごい。すごいな。ですか。それはもう、さすがですね。やっぱね、カメラ前にね、立つね、あれが違いますよね。慣れてらっしゃいますね、本当に。慣れてる、やっぱりね、感じがね、全然違う。そうですか、すごい。まあ、すごい。あ、いいですよ、全然。コメント見てて。うん、お待ち
近づいてもらって。いやー、ファン、男いい、いや、ね、嬉しいでしょうね、これは。なかなか豪華ですよね、今日ね。スクショタイム。あ、もう、うまい。ね。それは幸せだと思う。今日なんか本当にあれだと思うの、なんかその特別、うん、すごい顔がもう小さすぎる、かわいい、あ、いいですね。これをちょっと見てもらえば最後いいかも。ありがとうございます。かわいいね。どうですか自分的に。あ、いいです。いい、お、よかった。そうそう、超怖い。違うんだよな。かわいいですよ。はい、なんかこれみたいな、ティアラがすごい。でも本当にこのティアラ、あのお似合いですよね。すごい、ありがとうございます。はい、はい、確かにティアラめっちゃ似合ってる、うん、あの美女じゃないと似合わないティアラなんです。なかなか高さって難しい、そうじゃないですか。あと本当にティアラって顔の形にもよりますよね、うん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 、本当にすごい小さいからも顔が、うん、大丈夫ですか。ありがとうございます。めちゃめちゃいい、はい、じゃあ鼻にリップが何ついてるの。あ、ここついてる。赤くなっちゃった。あ、そこです、そこです。ついてる、今さっきついてる、こっちは大丈夫です。ついちゃったかも。はい、じゃあそうですね、これで OK ですか。撮影は一旦、はい、撮影は一旦終わりです。またねー、みんな。あ、配信やっててもいいですよ。あ、なんか写真撮りたいなと思って。写真、いいですよ。はい、じゃあまたねー。